部長です。つむぎだよ。今回は探索会。スキルでクリスタルの位置がわかるようにしたから。カットの方もね。癒しの力や。まあ、ほんと回収していくだけだから、カットを多めで進めるね。というか撮ったシーンばかりになりそうな気もするが、やっぱりそうなっちゃうかな。まずは近くのハートのツワを取っちゃおう。それが確実だな。見えなね。今じゃ。これで半分か。前に言ったようにハートが増えるのに必要なのがどんどん増えていくんだよ。なるほどな。じゃあ次の場所の回収に行こうか。次のターゲットはクリスタルか。そうだね。ここはスキルが足りなくていけなかったところ。パワーハンマーか。さすがに強化してあるから今ならね。ここは緑のクリスタルだな。さらに強くできるよ。まずは安全のために敵を片付けるけど。じゃあ回収。今じゃ。これで次だな。まだ何も見えないが何かあるのか。あるから見せてるんだけどね。癒しの力。この上のところ。ハートの方か。いやその左。ここから上がまだ行ってなかったから。特にアイテムがあるわけじゃないだろうね。というか今見えたでしょ。壊すってのが。もしかしてどこか壊せるのか。ちょっと音がしてるからわかると思うけど。いや壊れたのでわかったぞ。倉庫の上。こいつは。やあ。機嫌は悪くなさそうだな。やっぱりここにも情報はないね。でそれじゃ意味がない。この選択肢も意味なさそうだな。いやボロボロでしょ。確かに変だな。マホンの中の住人だから。おっ、別の質問来た。これはクエストっぽいな。ティーカップと同じパターンか。ただ場所は不明なようだな。まあアイテム回収しながらでも。これでアイテム回収に向かうんだな。次はさっき見てたハートのツワね。見えた見えた。いきなりダメージもらってるな。まあキノコで上がってきちゃったからね。でも強くなってるからそんなにだけど。今じゃ。これでハートが5つになったか。ふこの先はクリスタルがメインかな。見えてる範囲だとそうなるな。今度の場所はテクニカルっぽいな。トゲをうまく下げてって感じ。とこの橋の下か。ここは慎重に。今だ。今じゃ。これは二段ダッシュがないと確実に無理なところだな。だね。帰りもちょっと微妙だけど。と言いながら戻ってこれたな。じゃあ次はこの上のところ。そしてハートか。これならファストトラベルで移動した方が早いか。切り替わった瞬間ダメージか。ホントタイミングが悪かったな。じゃあ降りてハートを取りに行くぞ。この下に降りてって感じだな。そんなに素直に進めるかな。手壁があるし。どこからか回り込んでくる感じか。そうなんだろうね。とデスマッチ。マキノコなら。それにここ自体は前から掘れたようだしね。試練実践。そういう意味では敵も弱いしね。ほんとあっさりだな。こっちは攻撃も防御も強化してあるし。先を急ぎましょう。早いな。このハートの位置、もしかして上のくぼみ。今もマットに見えてるところか。そうそう、ここを慎重に降りて。よし、ここから回り込んでいきそうだな。またえらい戻されたな。敵も復活するから面倒なんだよね。
とりあえずさっきの場面まで。さてこの下だね。今度は一気に降りないように。慎重に壁伝いだな。ここからと。チェックポイントがないからここからミスらないようにな。とりあえず下は大丈夫か。もうしばらくは大丈夫だな。ここは左の壁伝いに。よし、今度は壁登りだ。この壁の上のトゲは気をつけないと。やらしいところに。とりあえずダッシュをリセットして。もうここまで来れば大丈夫だろ。あとは登るだけだからね。今じゃ。今度は3分の1ほど溜まったのか。だね。あと2つ回収してようやくハートが6個。でも次はクリスタル。右に見えてたぶんだな。じゃあこの下にって。もう1回。大丈夫だな。なんかデスマッチが始まりそうな気もするけど。そんなことはなかったな。敵に押し出されるまま取ってしまった。まあ逃げ道がないから。というかこれで終わりか。この辺は終わりだね。ここの最初の方か。後屋敷の方ね。そっちも結構あるな。下もあったけど、あれは先に進む方な気もする。とりあえずは最初の場所にだな。だね。とここに行けそう。ここは最初の場所か。少し右に進んだところだけどね。よし乗れた。ここにハートか。それを回収しに来たんだよ。今じゃ。あと一つでハートがたまるな。そういえば左にクリスタルがあったな。バス停の上のやつね。あれチャレンジしてもダメだったんだよね。なんで屋敷の方を攻めようかな。簡単そうだし。まあいいが。じゃあまずはそっちから。本当に何回も来ることになったな。屋敷のこと？そうだ。まあ回収以外にもあるけど。となるとこの先イベントがあるのか。ドードーも逃げられてから見かけてないし。確かにそうだな。じゃあ今度はこの右下にあるハートを取りに行こう。じゃあここから。トゲがなくてよかったな。そのこと忘れてた。おい、まあまずはこいつらだよ。と言ってもここもそこまでだ。もともと最初の段階でもこれたようだしな。だね。最初に来た時は俺を目指すの優先しちゃったし。そういうことだな。自然実践。ことはもう結構強くなったな。そういえばクリスタルで強化はしたのか。少しね。全然似てないな。なんか面白くないかなって。それにこれチェーンスキル取ったわけじゃないし。レベルアップ。まあ単純な強化。これでハートも7つ目に着手だ。今度は4つ必要そうだな。ほんとどんどん HP が上がりにくくなっていくな。そういうことだね。じゃあ次の場所へ。今度はクリスタルだな。ここは左下のクリスタルだな。なんか簡単に取れそうなんだけど、なんで見逃しちゃったかな。考えられるのは通り道じゃなかったということだな。そうなるよね。今じゃ。こんなに目立つのに。まあこの下にも行ってなさそうだしな。ということか。でそのままこっちにも。偶然か。偶然？そこまで考えてなかったよ。今じゃ。でこれで他の場所だな。なんか時系列がおかしくないか。本当は最初に逃げられた時に来るべきなんだろうね。だが今はお茶会の場所にいるはずだしな。だね。とこの上のクリスタルも回収しないと。そういえばここは見覚えがあるな。そりゃそうでしょ。1階は通ってるし。そしてこの天丼。ここは暗くて進めなかったところじゃ。そうだ。何も見えなくて出てきたところ。まだランプもないが。これマップ見ながらだね。今じゃ。どうやら取れたようだな。これアイテムサーチのスキルなかったらダメだったってことか。そういうことだな。じゃあ残りは屋敷の西側。大きくなる薬で向かったところだな。
今度は何を取りに行ってるんだ。ここを取るというか、レバーか。これで行けなかったところが開いて。ここも来たことがあるのか。あったのかな。あれば気づきそうだけど。まあとにかくクリスタルを取りに行けそうだな。だね。ここは本当山根のフラグの後にすぐ来た場所なんだけどな。ここでデスマッチか。まあ大丈夫でしょう。意外にウサダがダメージもあった状態だ。回復させてないしね。それに基本操作がウサダじゃねえんだし。そういうことか。やっぱりウサダの操作のしやすさが主に攻撃のしやすさだろう。そうだね。特に空中にいる敵は確かに空中だとことらで当てにくいし、自動で距離が取れるならコラもありなんだけどね。もっぱらシールド削り要因。それは仕方がないのかも。マンコなっちゃうよね。これが最後のグループかな。いや、まだ見てない敵もいるから。確かにそういえばカラスみたい。それが次に出てくるかもな。となるとコラにもうちょっと頑張ってもらうか。しかしきついな。やっぱ攻撃力だな。ウサダの一撃が10倍以上違うから。そうだね。でもこれはコトラの出番だろ。やっぱりシールド切り終わり。終わり。緑のクリスタルか。これでまた強化がはかどる。で次はこのハートだね。そのミニに見えるのはイヤカギが必要なはず。なんで今は無理だね。さて屋敷の屋上に。あとは先に進むだけだな。ところでここは大きくなる薬があった場所じゃ。確かに。となると単純に今じゃ見逃してたということだな。まあいいけどね。どうせまとめて回収するつもりだったし。ということで探索は終わりか。だね。今行けそうな場所は全部回ったはずだし、これでようやく話が進められそうだな。じゃあ次回はオチパイ会場から始めようか。それが良さそうだな。